こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマは、知る人ぞ知るマニアックなこのロボット、非公開ガリアンよ。お、嬉しいね。マジか？マジよ。ところで魔理沙、突然だけど非公開ってどういう意味かわかる？わかるわけないだろ。いきなりぶっこんできやがって。そうだよね。それじゃあ、私が解説しますね。よろしく頼むぜ。じゃ、まずはタイトルの意味から。非公開の意味だけど、非公という単語を解説すると、機械化された装甲兵器、略して非公ってわけ。ふむふむ、それで？つまり非公開とは、そんな非公兵ロボットが活躍する世界ってわけ。なるほど。じゃあ、ガリアンって何なんだ？主人公が操縦するガリアンは、ガリオネットと呼ばれる特殊な調合金でできているんだけど、この言葉は、もともとスペイン語のガレオン、という言葉が語源になってるみたいよ。ちなみにガレオンとは、大型の戦闘用帆船を意味する言葉なのよ。なるほど、意味がわかるとなかなかかっこいい名前だな。調べてみると、タイトルだけとってもきちんと意味があるんだよね。この先がますます楽しみになってきたぜ。それでは今回は、1概要ストーリー解説、2キャラ機体解説、3スパロボでの活躍の3部構成で参ります。とことん追求していこうぜ。それじゃ、まずはこの作品の概要とストーリーから。一見、ヨーロッパ風中世異世界ファンタジーって感じだよな。でも実は、ガンダム、ボトムズの流れを汲むリアルロボット路線のストーリーなのよ。確かに登場する機構兵はその時代の路線を継承しているよな。ちなみにこれは、いつ頃の作品なのだ？1984年にテレビ放映されていたのよ。その頃はちょうど、ガンダムブーム、ボトムズ人気が過ぎて、巨大ロボブームが陰りを見せ始めた時期だな。その通り。実はこの作品、あの有名な高橋良介監督日本サンライズの制作なのよ。後世のロボットアニメのデザインやコンセプトに多大な影響を与えた名作にもかかわらず、50話完結の予定が25話で打ち切りになっちゃったの。なんとも、哀れな。25話のストーリーが、半分しか日の目を見ずに打ち切りとは。ストーリーもありきたりな完全凶悪じゃなくて、複雑な事情が交錯するヨーロッパ史を思わせるような世界観がベースになっていて。ふむふむ、それである平和な王国が侵略者に滅亡させられ、そのプリンスが復讐を果たす物語なんだけど、制服オーマーダルにも深い事情があったりして結構大人向けの話なんだよね。そういえば謎の少女ヒルムカちゃんもかなりセクシーだしな。マリサ、守備範囲広、しかもヒルムカ異星人だし。まあ、それはともかく超時代劇的な復讐劇にエイリアンの愛、巨大ロボや古代文明的な話まで飛び出すまさに宇宙大のストーリー展開。すごいぜ。古代文明から残されたロボットといえば、同じ昭和アニメの勇者ライディーンや、風の谷のナウシカから発想を得てるのかも？いろんな可能性を持っていた作品だけに、失われた25話が悔やまれるわ。今からでも遅くない、誰か、続き作ってくれ。サンライズさん、失った25話なんとかして。それでは早速。物語の舞台は、イラスタント太陽系第5惑星のアースト。ふむふむ、架空の惑星だな。アーストってアース、地球の文字り？かもね。その惑星アーストにある、3000年の歴史を持つボーダー王国に待望の王子が誕生するの。ところがそうも浮かれていられないの。王子誕生を祭りムードの王国の隙をついて、いきなり制服オーマーダルが進行してくるのよ。卑怯なやつ。手段を選ばぬ典型的な悪者だな。そしてマーダル軍団は人馬兵を使って一瞬のうちにボーダー国を制圧。勇敢な王は討ち死に、王国は滅亡してしまうの。マーダルのハゲ、ムカつくな。しかも本当にハゲてるし。しかし、生まれたばかりの王子ジョルディは獣神アズベスと共に連れられて難を逃れるのよ。そしてジョルディは、アズベスの孫、ジョジョとして王国復興の日まで、密かに育てられるの。ジョジョのお母さん、王妃はどうなったんだ？攻め入られた際には、アズベスに助けられて城を脱出するんだけど、おう、やった。あえなく追っ手に捕らえられ、マーダルに幽閉されてしまうのよ。畜生、マーダルの野郎。ちなみに、後日美しい王妃フェリアは、マーダルに妃になれと迫られちゃうんだけど、ほんと、最低野郎だな、マーダル。もちろん、彼女には拒否られちゃうけどね。当然だ。自分の愛する夫を殺した奴と誰が結婚するか。フェリアさんのかわいそうな話はとりあえず後にして、ジョジョの復讐劇はどうなったんだ。その後、ジョジョはアズベスの教育を受けて、強くて美しいイケメン少年になるのよね。そして王国復興のために必要な、伝説の鉄巨人を探し求める放浪の旅に出て、数々の苦難がジョジョを勇敢な戦士に育てていくの。困難を乗り越えてこそ、人は強くなるんだな。そんな旅を続けて12年目のある日、二人は白い谷という反マーダル軍の砦にたどり着くのよ。砦なら、簡単には入れないだろう？
それが、ある日偶然ジョジョはマーダル兵に追われる一人の少女を助けるんだけど、その少女チュルルに導かれ、白い谷に入ることができちゃうわけ。なるほど。チュルルを救ったジョジョとアズベスは谷の人々から大歓迎よ。そして実はその谷には、古代遺跡から発掘された武器があったの。そしてその中に、二人が探し求めているガリアンは、なかった。なんじゃそりゃ、期待持たすな。だけど、続きがあるのよ。霊夢もじらし上手だな。ジョジョはチュルル、アズベスと共に、ガリアンが眠るという山に踏み入るのよ。そしてとうとう洞窟の中でガリアンを発見するのよ。よし。だけどそこは同時に恐ろしい大蛇グラップの住処なの。必死に戦ってグラップを退けるんだけど、ジョジョは力尽きて倒れちゃうの。主人公がやられちゃうのか。でもその時3人を包む光が現れ、現れて、3人は気を失っちゃうの。そしてその光に導かれるように、ジョジョはガリアンに乗り込むのよ。ようやくガリアンの登場か。洞窟の外ではマーダル軍に攻め込まれ、白い谷は絶体絶命。そこにいよいよ、ジョジョが操縦する機甲兵ガリアン登場。ザバ将軍率いるマーダル軍をガリアンソードで撃破。ここからが、ジョルディとガリアンの復讐劇の始まりというわけね。なるほど、めっちゃ楽しみな展開だな。先が知りてー。ぜひ本編を見てみてね。ここからは、キャラと機体解説に入るわね。主人公のジョルディ、通称ジョジョは少し触れたけど、まだ知りたいことある？そうだな。生い立ちは分かったから、あとは歳とか、性格とか教えてくれ。年齢は12歳、性格は純粋まっすぐ。ちょっと危なっかしいところもあるけど、そこが魅力でもあるのよ。剣がうまく、青い目の金髪イケメン。そんな感じかな。ジョジョと仲がいいチュルルはどうなんだ？白い谷の指導者、ダルタスの娘で、年齢10歳、結構おてんばな感じよ。でも、ゆくゆくはジョルディの妃になる重要なキャラなんですわ。おい、もうネタバレかよ。大丈夫か？余計な心配はいいから、次に行くわよ。ジョルディの育ての親、アズベス。ボーダー王国の重臣だろ。親父は大体でいいよ。礼儀知らずね。素晴らしい人物よ。剣の達人。王国復興のために生きる忠義の男。そうか。じゃあ、次はレッドウィンド。小僧の盗賊だな。そうだけど、ジョジョと会ってからは心を入れ替えて、一緒にマーダル軍と戦うのよ。確かに。じゃあそろそろ俺の好きなヒルムカちゃん頼むよ。はいはい、わかりました。彼女は謎の流れ者。実はある使命を帯びた宇宙人で、母国では軍人、注意なの。それで、彼女は何歳なんだ？何？アズベスの時はせかしてきたくせに。18歳よ。俺はあの赤毛が好きなのさ。じゃあ、ヒルムカはこの辺にして、次はマーダル軍の方を見てみましょう。ああ、しょうがねえ。どうぞ。まずはマーダルから。ハゲの征服王高度文明の惑星ランプレート出身。あんた、ハゲに恨みでもあんの？いいえ。単純にマーダルがあまりに残酷だから嫌いなだけよ。自分の故郷を追われ、同胞たちに失望した男。アーストだけでなく、惑星ランプレートを征服する野望を抱き、そのためにはどんな犠牲や殺戮も厭わない、自己中の極み、それがマーダルよ。ヒトラーレベルの残虐非道な奴だよな。そうなのよ。闘争こそ我が命、がこいつのモットー。そんな男についていく奴ら。なんか、ちょっと興味あるな。最後までこの男についていく腰巾着男、これがハイシャルタット。マーダルの親衛隊長な。そうよ。よく言えば忠義第一だけど、要するにある意味で純粋バカなんだわ。どこまでもマーダルを信じているのよね。ある意味で気の毒なくらいだわ。そうだな。他にはどんな奴がいる？ドン・スラーゼンとその部下スミオン。スラーゼンは途中でマーダルの残虐さに気づきスミオンと共に白い谷側に寝返っちゃうのよ。賢明な判断だな。他には？最強軍団を率いるローダン将軍とその部下ランベル。ふむふむ。ローダンはマーダルの盟友なんだけど、奴の野望についていけなくなっちゃうの。その部下ランベルは、悪人とは言えない感じで、ガリアンとの一騎打ちを望むけど手段を選ばぬローダンに邪魔されちゃうんだよね。それがきっかけで、マーダル軍に嫌気がさし、最終的には白い谷側に合流するわけよ。なんか、ローダンもマーダルも人望ねえな。結局、独裁者なんて面従腹背の部下しか残らないのよ。お、久々に難しい四字熟語。たまには教養あるとこ見せとかないとね。またマリサに脱線させられるところだったわ。私、実は結構ランベルさん好きなのよ。と、話をキャラに戻すわ。俺、そんなつもりないんだけど。ところで霊夢、ランベル好きなんだな。マーダル軍の中では一番まともかな。悪者はこのくらいにして機種説明に行く前に、もう一人説明行くわよ。誰だ？主人公ジョルディの母でありボーダー国王妃であるフェリア妃よ。大事なキャラだな。マーダル軍に連れ去られたことは覚えてるわよね。実は彼女はマーダルに彫像にされちゃうの。彫像、なんかスリーナインの鉄郎のお母さんみたいだな。あれは剥製だけどね。
フェリア妃の場合は彫像として凍結されて生きてるのよ。ジョルディはそれを知り、彼女を取り返すべく敵陣に乗り込んでいくの。そして母を生き返らせることに成功するんだけど、再会もつかの間、またもやら散られちゃう。まあだるにな。全く疲れる展開だぜ。そして彼女は、物語の最後になって、戦いをやめさせるためにマーダルに。マーダルにどうするんだ？その身を捧げちゃうんだよね。出たー、その展開。だけどマーダルはそれをせせら笑って退けちゃうの。平和のために身を捧げる展開、なんかヤマトのテレサ的な感じするぜ。金髪だしね。あまり顔は似てないけど。あとテレサは幽霊みたいな存在だしな。そうだね。ともかく、私がフェリアを紹介したかったのは、物語の中で、彼女が平和と愛、そして非暴力を象徴するキャラだからよ。なるほど。霊夢らしいな。それではここからは、機体解説に入るわ。まずはガリアンから。さっきちょっと説明したけど、ガリアンは他の気候兵と違った材質。超硬質無重力合金、ガリオネットでできているのよ。そうだったな。まあ、わけわかんないけど。とにかく、これがガリアンが強い秘密なんだわ。星粒子という架空の素粒子をジェネレーターとして利用しない素材を利用した。画期的かつ唯一の気候兵なのよ。しかも普通のロボットと違って意志を持っているのよ。なんか、わかったようなわからないような、かなり特徴のある機体であること、だけはわかったぜ。さらなるガリアンの特徴に進むわよ。ガリアンは気候兵で唯一、変形気候を持っていて、気候形態に変形して飛ぶことができ、側部のホイールでローラーダッシュ走行が可能。ガンダムのドムを思わせるな。甘いわね。あれはホバー走行。似て非なるものよ。ガリアンはリアルロボットの歴史上、いろんな意味でその源流とも言える、洗練されたスパロボなのよ。ガリアンについてはこのくらいにして次に行くわ。頼むぜ。次の機体は、気候傭兵スカーツよ。この気候兵は、先ほどキャラ説で登場したドンスラー・ジェント・スミオンが登場するやつ。マーダル軍から寝返る奴らだぜ。スカーツはバックインバネスという気候を装備していて、これで飛行可能。そして、これを使って偵察、襲撃もできちゃうのよ。バックインバネスの分離攻撃も可能、かつ接近戦にも強いとされているわ。話だけ聞くと強そうだな。実際強いのよ。もちろん操縦士次第だけどね。他の気候兵も教えてくれ。プロマキスは最も一般的とも言える気候兵で、スタンダードタイプの他に指揮官仕様の G タイプ、さらに赤い気候兵団が使用する B タイプもあるのよ。B タイプは軽量化されていて機動性に優れ、活動時間も長いのよね。なんか、シャア専用ザクみたいだな。コンセプト的に共通点はあるかもね。他の機種も紹介してくれ。そうね、それじゃ、気候兵ウィンガル行ってみますか。ウィンガルはほぼ唯一の空戦特化型気候兵で、マーガル親衛隊にのみ配備されている、希少な機体なの。確かガリアンも、この気候兵には苦戦したよな。そうなのよ。スタンダードタイプの他に、G タイプ、そしてハイシャルタット専用の G タイプ。さらに、マーダルや用人用の移送に使われた、ウィンガルを2台繋げたツウィンガルってのもあるわよ。お好み次第だな。この他にも、薙刀を使うモノコット、水中戦のアゾルバ、重保証機のシールズなど。この他にも、多く機体があるけど面白いのは邪神兵かな。何か、名前子は。そう、この気候兵のみ何か魔術的な要素を持ってて、ミステリアスなのよね。スパロボでの活躍ということで言えば、スーパーロボット対戦 BX にて初参戦しているわね。3DS で出たスパロボだな。物語の中核を担ってて、惑星アーストから地球へと移しつつ、原作のストーリーが忠実に再現されてて、聖戦士ダンバインや巨神ゴーグと濃密なクロスオーバーを展開しているわ。かなりの優遇を受けてるな。主人公機のガリアンはリクエスに加えて、高い運動性となかなかの耐久性能を持っているんだけど、武装面が原作再現という意味で最大でも射程3というリーチの短さが欠点ね。ということは敵地に突っ込むことが多くなりそうだな。それと飛走型への変形はオミットされているわ。それはかなり残念だぜ。中盤でザウェルとの一騎打ちがあって大破するんだけど、すぐにガリアンは重装界へ回収されるわ。アサルトガリアンって呼ばれてたな。このガリアンに加えてザウェル、プロマキス、スカーツ、ウィンガル、モノコット等の機体が BX で登場しているわね。この機体のうち、これまで紹介していない機種がザウェル。ザウェルは私が好きなランベルが操縦する気候兵で、回転剣という武器を持ってるのよ。他の気候兵は登場していないのか？俺は今後ぜひ、邪神兵を登場させてほしいな。バンダイナムコさん、よろしく頼むぜ。さて、今回の動画に出てきたシリーズに関するエピソードとかもあれば、コメント欄で教えてね。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくぜ。お楽しみいただけたら、いいね、とチャンネル登録をよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。